皆さんこんばんは、アシクサです。来ました、とうとう来ました。でーん、スミちゃんから見えますか。マイサイです。さあ、回収していきます。まずは横から、行きます。やべっすね、これはやばいっす。初めての箱ですね。すごい、この内側の紙すでに上段です。で、寸断の線形、ああ、1枚ずつ寸断が1枚ずつこういう風に積まれてますね。あ、やばい。おー、すごい。すごいです。見てください。まずは黒髪チャレンジ成功です。そして上段の、私中学校の時買った時もこれついてました。またもう一部こういう風に包まれてます。いや、すごいね。箱もしっかりしてますね。硬い箱です。いや、ジョージタウンすごいね。すごい。今電話来て一旦中断しました。まあ、このエアジョーダン1ジョージタウンはいいっすね。すごくいいっすね、うん、この中のシール見えますかね。このシール続きと、さすがですね、名門大学のカラーリングですね。いやー、すごくいいっす。これ来るのをずっと楽しみにしてたんですよね。抽選もマイヤかヨメヤかアトモスも3つ全部ダメで、で諦めで寸断で購入しました。すごくかっこいい色ですね。
濃い色大好きなんですよ。グレードネイビーのね、型押しのウィングマーク。そして最初からこう古い格好してるこの黄色っぽい絨毯で、替えのシューレースはネイビーついてきてました。今純正でついてるのがこのグレーですね。グレーついてます。やっと来ましたね。まあハッピーな一日なんですけど、さっきの電話はタイヤショベル壊れだっていう電話でした。げえな、おい。やばいっす。これは本当にやばいっす。ニュートラルグレーっていうんですかね、ナチュラルグレーっていうんですかね、あれを皮切りに、これ売ってたかな、これじゃなくてなんか違う色売ってたかな。昔スポーツ店にあったもんですよ。普通に何気に冗談ワンって普通にやったっすね。ここまで大げさなもんじゃなくて、普通に変えた時代が懐かしいです。いやーすごい。いや、ジョーダン1のバイユーあればね、みんな思い思いの一足作れるんですけどね、そうなってほしいもんですね。エアジョーダン1もバイユーで自分のオリジナルカラーリング、かっこいいっすね。こういう、なんていうんですかね、スニーカーでもこう形を変えない、ずーっと同じ形ですよ。まあもちろん革質とかね、その時々の最高の材質使ってるとは思うんですけども、形は変わってないです。この形の変わらないこういうのが好きなんですよね。ものすごくお気に入りの一足です。やー、本当によかった。よかったっす。で、このマイケル・ジョーダンのタグついてるの、私、実はもう一個あるんですよ。これです。赤と白の、赤いシューレースに白いシューレースです。これもそこに同じシール貼ってます。これはこれで杉なんですけど、これはほら絨毯真っ白なんですよ。綺麗な絨毯です。この85年シリーズのこのエアジョーダン1って年に1回必ず出るんですかね。楽しみですよね。
う、なんだ、普通変わらない形っていうのがものすごく良くて、ソールも変わらない形のままだし、これまあ車で例えればゲレンデワーゲンみたいな感じなんですかね。形が全く変わらないっていう。ゲレンデワーゲンも形は全く変わらないですよね。そんな。素敵な一足が届きました。ありがとうございました。ただの、ここもただのです。スニーカーの紹介でした。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。